おはようキーさん。おはよう。あるじゃないですか。ありがとうございます。勉強してんだろうなって伝わってくる。合格です。おお。一橋大学社会学部3年生の大塚紀穂と申します。私落ちたからね。ホス君に頑張ってもらってね。ちょっと今日はキーさんの一日に密着させてもらいたいんですけど。何もないよ、地味だよ。就活でも大成功してて、成績もめっちゃ良くて、インターンも頑張ってるって、もう最強就活生だって聞いたので。 GPA どれぐらいなの？ GPA 3.77。 すごいね。裏があって、うん、うちの学校 4.3 マックス。いや、とはいえ高いね。とはいえ高くないですか？私の大学も 4.3 マックスですよ。え、みさつの何ですか、ちなみに？1.9 ぐらい。いくつですか、しゅんさん？わかんない、0.7。1じゃないけど。やばくない？キやばいね。それはちょっと考えられない。今日はそんなキーさんの一日に密着させていただきます。はい。お願いします。お願いします。はい、たしくんお願いします。はい、本日の朝会4月6日、皆さん頑張りましょう。僕さっき言うとトイレのお試しが。あ、すごい。あ、ちょっとお試しだったんだね。始まりますか？そろそろ5分前なので。5分前までに入室してくださいと。あと何分前？面接自体は7分前。おうおう、結構ピンチじゃん。えらいわ。めっちゃ褒めてくれるじゃん。いや、もうその気でしかないわ、最近。あー、緊張する。こんなところで集中できる？あ、全然大丈夫。集中は全然できる、どこでも。こんにちは、よろしくお願いいたします。後で、さっき面接前にいろいろ紙見てたと思うんだけど、そのコツとかいろいろ教えてほしいです、ね。はい、教えてほしい。私も知りたい。めっちゃ知りたい。わかりました。お弁当作ってんの可愛すぎる。私ではない。今、荒本さんってなんで食べてるの癒してるんですか？運動量が低いから。めっちゃ食べますよ。ご飯終わった？ごちそうさまでした。美味しかった？美味しかったです。次は？お次は企画会議ですね。もう始まっちゃう？あと2分で始まります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、キーさん。はい。さっき面接前にいろいろ紙を見て準備してたじゃないですか、うん、あれ面接のコツっていうか、うん、成功する秘訣だと思うので、うん、ぜひ教えていただきたいんですけど。はい、ということでバン。はい。これは一社ごとに何枚ぐらい準備するの？何枚ぐらいだろう。特に枚数は決めてなくて、うん、なんか特に上限は決めてないです。え、ここのさ、質問はさ、うん、どこから持ってくるの？ワンキャリアとかの参考にして、で、書いてるって感じかな。なるほどね、うん。で、これは自分で考えており、それとも自分で考えたやつを一回なんか添削してもらったりしてから面接に挑むの？全部自分で考えてる。なるほどね。なんか全部もう言うこと一語一句そのまま書くんじゃなくて、本当、うん、なんか要約というか、うん、ポイントとして書いてるだけだから、うん、なんか添削してもらう必要もないなとか思って、うん、確かに要点要点だけまとめられてるね。これぜひ皆さんも真似してみてください。面接前日とかに準備するの？うん、夜とかにやることが多いです。うん、夜めっちゃ頑張ってたもんね、動画で。ありがとうございます。はい。ちなみに今面接終わって、さっきご飯も食べたと思うんですけど、この後は？この後は、オンラインで社員訪問をします。大学のサークルの先輩と連絡が取れたので、うん、行きたい企業の？そうですね、はい。なるほどね、じゃあ引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。それ終わったらまたお仕事かな？そうですね、うん、はい。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今は？今は休憩がてな、うん、本を読んでます。うん、何の本読んでるんですか？ USJ の、うん、あのマーケティングをやっていた森岡さんという人の本を読んでます。マーケティングの勉強。マーケティングやりたいの？将来は。マーケティングやりたくて
マーケティングをしたくて選んだの、うん、企業。面接でもマーケティングやりたいですって言ってるかな、うん、将来どういうことしたいの？の海外マーケティングをやりたいっていうのがあって、うん、日本で売り出している商品、日本の商材を、まあ、現地のニーズとかを組み合わせながら少し形を変えて海外で販売したくて、うん、でそれを通じて海外の人に日本を好きになってもらいたいなっていう夢があります。それがやりたくて企業を選んだりしたのね、はい、うん、ちょっとメーカーに行きたいって聞いたけど、うん、なんでそのメーカー良かったの？さっき言った年収いくら目指す、真面目でしっかり者のイメージのキーさんが夜活あー